回はこれをレビューします。前回大量買いでレビューした食感特急列車ピンク列車をレビューします。外箱はこんな感じ、裏面縦になってます。この中にピンク列車があるってことです。ラムネがこんな風になります。ここに入れる場所がないんです。そしてメインのピンク列車、結構出てない。中身はラムネとラムネとピンク列車、これは動かないので、ここに入れてきて、ただ転がし合うときはこれを穴が開きますので、それは別の動画でアップします。じゃあラムネを食べましょう。ジューシー。じゃあ降ります。